あ、墜落地点から海に行った。あれ、リズミックまだある。この憎たらしい声はなんだなんだ。まさかリズミック2つもあるなんて。あ、空行った。久々に見たな、空。上空、スカイな。なるほど、飛行船の中の話か。すんすん。すん。泣いとる。結局、ガントに捕まったまま。俺様、とらわれの身なんだぞ。サングラスで見えにくいけど、ちゃんと涙出てんね。すん。くー、腹が減ったせいか。めちゃくちゃムカついてきた。お腹も空いてんのかい。うちのグリム暴れるぞ。えらく揺れるな。そんなに風が強いのか。え、ぐーん、いくら暴れてもこのガラスケースびくともしねえ。俺様がこんな目にあったのは全部スティッチのせいだ。それにバカフロイド、アホリリア、ガントにあんなこと言いやがって。バカフロイド、アホリリア、新しいな。なんか絶対に許さねえだぞ。お、ふな、なんだ。おお、なんだ。機体が攻撃を受けている。一体どこからだ。まさか626号。お、なんだと。わあ、スイッチだ。早い。この憎たらしい声はやはり626号。近くまで来ているのか。奴らの宇宙船はまだ乗っていなかったはず。こんな上空までどうやって追いついたというのだ。あの生命体どもの力か。それともお前んとこのジャンクパーツや、シュールだな。なんか窓の外に今何か。なんだあれは。そのポーズぴったりだな。おい、あの、こっからリズミックか。おお、なんだ、帽子取ってる。ガントゥーを追いかけよう。どういうこっちゃ。あ、宇宙船じゃなくて。宇宙船じゃなくてサーフボードの、あそこにくっついてる。おお、すごいすごいすごい。お、島も見える。緑ノーツか。なんか長所にスイッチが喋ってる。なるほど、あの島が宇宙船の形してるのもそういうことだったんだな。お、すごいすごい。そうか、魔法でやれるからか。おグリムの。おどうなるどうなる、一体どうなるんだ。あ、なるほど。お、なんかいいね、爽快感がある。いいリズミックだ。無事を願って。なんだ急に。アローハー、いい笑顔。あ、隠れミッキー。ぐわー、お、すげえ、思ったよりも派手に爆発したな。ガントゥのあの慌てふためく顔を見たか。正義は必ず勝つということじゃな。まあ、爆発の勢いでグルミたちが吹っ飛んでいったし、少々やりすぎたかもしれんが。絶対少々じゃねえし、俺的には楽しかったからオッケーだけど。お、じゃあ他のみんなは砂浜にいんのかな。じゃあフロイド先輩たち、あっという間に飛んでいっちまった。無事にグリムを取り返したかな。スティッチが6本に増えた手足でサーフボードをパパッと空飛ぶボードに改造してくれたけど、あれ魔法じゃなくてスティッチの力か。すげえな。時間的に2枚が限界だったし、いや2枚作れただけですげえけど、俺らはこうして待つしかできないなんて、じれってえな。グリム。グリムしか喋れなくなっちゃった。監督生、あの二人とスティッチならなんとかするだろう。というかそうでなくては困る。改造が済むなり、自分たちが行くと空飛ぶサーフボードを奪って飛んでいってしまったんだから。そうなんだ、奪ったんだ、すごいな。止める暇もありませんでしたね。とにかく今はグリムの無事を願って。お、なんだ、うわ、なんだ。ああ、爆発した光り方かな。じゃあそれ、爆発した。そりゃそうなるわ。宇宙船を爆発するとかいいからなんでもやりすぎだろう。グリムは無事なのか。ま、ああ落ちてく落ちてく。ふんなー、落ちるー。そこまで考えてなかったって顔すんな。スティッチ、あ、グリムとスティッチが空から落ちてくる。下は一面海ですよ。海に落ちた。今すぐ助けに向かわねえと。お、お、ん、待て、何かがこっちに向かって泳いでくる。ん、何か。フロードとリリアじゃなく、リズムに合わせてパシャパシャ言うな。なんだあれ、フナー、
グリムがステッチを加えて犬かきしてるあいつ猫なのに、なんてめちゃくちゃな泳ぎ方、沈んでないのが不思議なぐらいですよ。でもスティッチのせいだとか言ったグリムがな、スティッチを助けて頑張って泳いでんだから。いや、あれほとんど沈んでねえか。もう助けに行くわ。じゃあ助けに行くよ。フジ先生、早く助けに来てくれ。それはそうだわ。なんで実況したんだ俺ら、おかしいだろ。砂浜に行ったな。とんでもない二人だね。助かったな、そう。ありがとな、スティッチ。無事でよかった。頑張ったね。神様、フリ様、戻れてよかったんだぞ。なんか六章みたいなこと言うな、お前も。あれ、もしかして泣いてんの？チキンダンス、これは、海水だ。たくさ、口ばっか一丁前なんだから。はぁ、一気に力が抜けた。おいグリム、無事だったからよかったようなものの、あんまりビビらせんなよ。まさか宇宙船が爆発するなんて思わなかったから、僕もびっくりしたよ。でっけえ花火みたいで綺麗だったでしょ。やっぱり夏といえば花火じゃからな。ふん、汚ねえ花火だみたいになってるよ。おかえり二人ともありがとな。あ、眩しくてシュレットしか見えねえが、上空にフロイド先輩とリリア先輩が無事に戻ってきたみたいだな。あの二人のことだし、心配はしなかったけど。まったくですよ。今頃戻るなんてどこで油売っていたことやら。あの爆発が花火だって？本当にとんでもない二人だね。あ？フロイド先輩、リリア先輩、お帰りなさい。ん？ん？こっちに降りてくる二人の影がやけにでかい。え？ガントゥーも？どうさ？ガントゥーも。なるほど、これ気を失ってるってことかな。うわ、ガントゥー、なんでガントゥーまで連れてきたんすか。こいつも海に落ちるところだったんだよ。一応拾ってきた。どうやら気絶してるらしい。見捨ててはおけぬじゃろ。でもグリムを人質に取った極悪人ですよ。助ける義理なんてねえし。でもなんかそのまま死ぬのもちょっとさ、ちょっとやだろ。なんかこやつのやったことは許せぬが、わしにはそれほどの悪人にも思えぬ。おお、あのアニメシリーズの方ね。罪を憎んでエイリアンを憎まずじゃ。まあ僕らも彼の事情を知らず、無邪気な理由でスティッチをかばってしまったからね。確かにそれはそうっすけど。とはいえ罪は罪だ、同情の余地はない。武器を奪って無力化した上でそこら辺に転がしておこう。それがちょうどいいな。確かに金魚ちゃん容赦ねえ。ガント無人島に放置するってことじゃん。どうせ上とかいうこいつのボスがそのうち迎えに来るだろう。確かにな、ガントいないと大変だからな。ハムスタービル博士もさすがにその辺は回収してくれると思うぞ。ええ、むしろ甘すぎますよ。こちらがガントさんの宇宙船を壊したことを差し引いても賠償請求をしていいぐらいだ。最終請求で終わんな、ストーリー。まだハマーベイで。ありがとう。お、じゃあそろそろ帰んのかな。グリムよ、怖い思いをさせてすまなんだ。お主らが海に落ちたのを見た時は驚きもしたが、お主なら必ずやスティッチを助けてくれるだろうと信じておったぞ。フリ様も、あー泣いてる。お前らが助けに来てくれるって信じてたんだぞ。すげえでけえ声でバカフロイドって聞こえた人聞こえてんじゃねえか。耳いいな、お前も声でけえな。気のせいなんだぞ。ん、どうした。スティッチ元気になった。なんだぞ。あ、聞こえてたからか。監督から助けてくれた俺なんて言わねえからな。ん、元はといえば全部お前のせいだし、おじい様だって海に落ちたお前助けてやったし、それに、ああ仲良くなった。モフモフが、そんなに締め付けられたら苦しいんだぞ。ありがとう。お、ありがとうってよグリム、感謝してるって。すっかり懐かれて感謝してるって。ふん、そういうことならしょうがねえな。俺様は親分だから多めに見てやるんだぞ。わいいな、親分で。は？自分の方が親分？あ、そう言ってんだ。にゃーにょー、やる気か。いい度胸なんだぞ。
まあ作品年代順で言ったらそれはもうスティッチの方が親分よ。グリーティングもできるし、あポカポカしてるほんで。何これ。ちっちゃいもの同士の戦い。ウッドセイみたいに短い手足で取っ組み合いしてる。前も思ったけど、やっぱそうやってコロコロしてるとアザラシちゃんが二人いるみたい。くふ、それでは神様が大変じゃの。ああ大変だ。あ、わお。ひ、あ、遊んでる場合じゃねえんだぞ。宇宙船を直してるところだって言ってたよな。さっさと完成させてナイトレイブンカレッジに戻るんだぞ。そういやそうだったな。さっきのガントゥの宇宙船もすごかったし、早くスティッチの宇宙船が完成したとこ見てみたい。うむ、それでは残りの作業に取り掛かるとしよう。わしらも手伝うぞスティッチ、何でも言うてくれな。さっきの続きをしようじゃねえか。まあ、ガントゥはしばらく起きないだろうし。あーおー、はい、やっぱそっちに戻るんだね。あ、出発する。マジか。あれ暗い、なんだ。まあトンテンカンテン。これでもスティッチが全部一人やってんだよな。あ、完成したってこと？修理が終わったのか？では早速広いところに運ぼう。そっか、これが。あ、埋まってないスティッチの宇宙船が見れるのかな、じゃあいつもの。あ、お、なんかこんなに進化したっけ。宇宙船乗れるかな、これみんな。これみんな乗れる、これ乗れるかな。なんか原作より進化してるように見えるけど、こんなんだったっけ。やったー、すごい。本当にこのでけえ乗り物が宇宙まで飛ぶのかよ。海の次は陸で、その次空飛んで、今度は宇宙、マジですげえ。それでは準備ができ次第宇宙船乗り込もうか。いつでも大丈夫ですよ。この島の珍しい品物は全て回収しましたから。すげえな、おい、欲が。俺らがスティッチを手伝ってる間にそんなことしたんすか。もちろん、この島に対する心残りは全て消しておかないと。そうか、長かった遭難生活もいよいよおしまいなんだね。そうなんつっても、途中からはリゾートでバカンスって感じで余裕だったけどね。もうおしまいなんて残念。まだまだこの島でやりたいことがたくさんあったのに。スティッチとも一緒にしたいことがいっぱいあったんだけどな。なあ、マジでナイトレイブンカレッジに来ねえの。お前がうちの学園にいてくれたらすげえ楽しそうなのに。でもお花いるから。お花ね、また出たよ花。それ結局何だったの。お花とはおそらく家族のように大切な人のことを指す言葉なのであろう。よく知ってんな。じゃあスティッチが戻るのはどっかで家族が待ってるってこと。ああそうなんだよな。スティッチよ、お主はお主の大切な人のもとへ帰るがよい。そしてわしらもそれぞれのお花のもとへ戻ろうではないか。ああ確かに。お、最後に肩に乗るのか。あ、そうだな。なになに、仲良くなったな。二人の肩に乗って頭を抱きしめてるようだね。あのはちゃめちゃな先輩二人は本当にスティッチの打ち解きだよね。あ、みんなにいるってすんだろうな。おや、僕らにもハグをしてくれるのかい。やってくれるんだね。一応モーションないけど、まあ仲良くなったよってことか。いてててて、お前ってやっぱ力強いだな。本当に頼もしいやつだったわ。そんなにしがみつくなよ。寂しがらなくても、そのうちまたどっかで会えるだろう。学園に来てくれたら必ずおもてなししますよ。まだまだ借りを返し入れてませんから。あ、俺のところにも来たか。まあ多分ハワイの方でいいんだよな、お花っつってるけど。沖縄の方あんま知らないんだよね。ちょっと寂しいな。ちょっと寂しいけど、ありがとう、お礼を言わせてくれ。そんなしょんぼりしてんじゃねえ。お金スティッチらしくねえんだぞ。うん、なんだかんだでお前らも仲良くなったしな。バンスト、好きお好き。はいはい、そんなことわかってるって。うるり、歳を取るとどうも涙もろくていかん。名残惜しいが、人生は一期一会とはいえ、運が良ければまたいつか巡り会える日も来るじゃろう。さあみんな出発するぞ。おう、名残惜しいな。なんかひと夏の思い出って感じするわ。うわ、もう、え、どうした。あ、エンジン
だよね。あれ、あ、お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 、特別に本当に飛んでる。飛行術とは高度もスピードも違う。みるみる島から遠ざかっていくよ。いやいや、それよりさ、宇宙船船まぎゅうぎゅうなんだけどだろうな。これ見てるみんな思ってるよ。元は小さな船だったからの、まあスティッチに任せておけば快適な空の旅を楽しめるじゃろうって。あ、ガントゥだこれ、待てって。今の声って、うわ、みんな下見て下。ガントゥが僕たちを残した空飛ぶボートで追いかけていってる。あいつ執念すごいんだよな。体に対してボートが小すぎだろ。フラフラじゃねえか。なんとしても、なんとしても626号を捕まえて上にいい報告をすれば。あいつの言う上ってよっぽど怖いんだな。ちょっと気持ちわかるかも。まあ怖い、怖いか、まあ見た目は可愛いけど。まあスティッチ、あいつ負ける。わかった、オッケー。わかった、オッケーじゃねえ。あ、全速力抜け出したっぽいな。急に加速した。もしやこのままワープするつもりですか。え、ああ、なるほどね、大気圏を突破するからか。警護官、今度は何だよ。こちらは銀河連邦軍です。今すぐハイパードライブを中止しなさい。繰り返します。あ、こんなんあった、こんなんあったな、懐かしい。銀河連邦軍、また変なの出てきた。ああ、もうスティッチといると信じられないことばかり起こる。おーおーおー。最後まで飽きさせんやつじゃのスティッチ。あれ、この話で終わるかな。じゃ、超揺れるし超スリルある。スティッチ、お前って本当に最高だわ。よっしゃスティッチ、全速力だ。ガンティも銀河なんとかも全部ぶっちぎって驚かせてやろうぜ。うむ、何もかも振り切って家族のお花の元を目指すのじゃ。アローハー、アローハー、アローハーかもお前。なにこれ、あ、撮っちゃった。おー、ちょっと驚きすぎてスクショ撮っちゃった。何このひと夏の思い出。え、え、あれ、あれ、あ、本、あ、ザエンドになった。お、あ、うわ、今後もあるじゃん。じゃあ同じようなやつあるじゃん。あれ、トゥービーコンティニューじゃん。あれ、学校に戻っていた。みんなで海行かね、行かねえよもう。散々楽しんだんだから。逆に散々楽しんだ上でサーフィンとかみんなでするって感じかな。じゃあ、なるほどね、ザ・エンドって出てからもうちょっとだけ続くんじゃってことか。ってことは気づいたら図書館にいるって感じか。ここは学校の図書館、時は止まってるって感じなのかな、ぽいな。うわー、熱っ、やば、めっちゃいいじゃん。あれ、ここって図書室。どうも頭がクラクラする。どうやってでも帰ってこれたんだろう。気づいたらって感じなのかな。僕もです。俺らここで何してたんだっけ。気候文を探していて、それからグリムさんが。ダメだ、何も思い出せません。え、スティッチとの記憶も。千と千尋みたいじゃん。なんかみんな揃って居眠りしたのか。それにしちゃやけに疲れてるような。マジで、うわー、スティッチとあの夏の思い出みんな覚えてないの。なんかそれはそれで悲しいんだけど。俺様も全然眠たきしねえんだぞ。でもさっきまで何したかぼんやりしてる。図書室でも今見つけたような気がするんだけど。本がないのかな。本もないんだ。え、じゃあ何だったの。それはそれで怖いけど。周りに変わったもんはねえし、なんか不思議な気分なんだぞ。ほら、浮いてる本が変わったもんだよ。なんも思い出すね。なんかすっげえ楽しいことがあった気がすんだけどな。その上で海行かねえか。うわー、なるほど。おお、フロイドもか。わしもそう思っておったところじゃ。それになんだか肩のあたりが少し寂しい気がするの。うわー、うわー、何、ちょっと、うわー。でも好きだけどね、こういうストーリーの感じ。あのさ、思ったんだけど、サマーバケーション中みんなで海行かね。それ
今俺もそう言おうと思ってたところ、なんか無性にこのメンバーで海行って遊びたいなって、予定ならいくらでも空けるし。海なんて珍しくもないと言いたいところですが、僕もちょうどそう思っていました。サマーバケーションの後半にでもどこか集まりやすいビーチに集合しましょうか。うん、サマーキャンプが終わったら都合をつけるよ。絶対に僕も行く。海で遊ぶのは初めてのはずなのに、なぜかすごく楽しみでどうしても行きたいんだ。うわー、俺も行くぜ。兄弟に付き合うだけじゃなく息抜きでもしねえとなと思っていたところだ。砂浜にビーチチェアを置いて、日置きのパラソルも置いて、うん、ゆっくり過ごしそうだな。もう一回さ、コテージ建てようぜ。もちろんわしも参加するぞ。日焼け止めを塗って帽子をかぶってサングラスをしておしゃれな水着を着て、それでたくさん遊んで、そうか、次は日焼け止め塗んねえといけないもんな。みんなでとびっきりハッピーなサマーバケーションにしようではないか。行きましょう、行こう。みんなノリいいね。なんかすげえことが起こるよか。うんうん、もしかしたら不思議な出会いがあるかもしれんの。やったやった、俺様にもバケーションの予定ができた。そうだな、みんなで海に行ったら俺様たくさん遊ぶんだぞ。いや、楽しいサマーバケーションになりそうだ。みんなでサーフィンもしてさ、じゃあキャンプファイヤーもしようぜ。はい、アズール正式参加、そしてジャックも正式参加。あー、なるほど、五章はエクストラバトルですね。波の音が恋しいような気がする。不思議な気分だ。それはあれかな、今サマーバケーションでみんなで来てるってことなんかな。うわー、なんかこの終わり方寂しいけど、なんかまあ好き。そんな終わり方だった。多分今後も似たような話があるだろう。スティッチだけじゃなくて他のディズニーキャラクター、まああんま絡みがなさそうな、だから言われてるのが結構プーさんとか言われてるのを見たんだけどね、まあありえるだろうなって感じがする。うわー、エモいってこういうことか。すげえなんかいい終わり方だった。結局みんなであのメンバーで、絶対にスティッチの冒険がなかったら絡むことのないあのメンバーで海に行くっていうね。うわー、すげえ人夏の思い出感めっちゃあったわ。なんかちょっともう、そのスティッチとの思い出がなくなるのは寂しいんだけど、でもなんかどこか心に残ってる、そんないい感じの終わり方ですね。うわー、エモ。多分今後ね、こういうストーリーイベントあるんだろう。ロストインザブックっていうストーリーのイベントが多分今後もあるんじゃないかなと。ウィズなんとかって感じだよね、多分ね。はい、ということで、めっちゃ、僕のね、好きなスティッチ、気づいたらみんなの隣にいるスティッチ、ディズニーシーでグリーティングができるスティッチ。次もしスティッチと会うんだったらね、あのリロもね、あのエンジェルとかね、ルーベンとかね、なんか他の試作品いいとこ集めるっていうね。嫌だな、大変だろうな。そんなストーリーがあっても面白いんじゃないかなと思いました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。多分次7章、俺は早く7章のチャプター4を終わらせろ。ということで、バイバイ。めっちゃエモじゃん。これ何これ。